がある鳥市。へえ。鳥市。この辺は。ああ、そうそうそう。ほうほう。天ぷら屋がなんかあるんだよな、この辺に。あ、違ったかな。もうちょいこっちか。違う？あ、違うか。うん。おお。あ、ここか。じゃあ。なんだっけ、これです。おお。ここだ。マグリさんどうも。マグリさんいきなりサングラスですかそれ。だってそろそろ来るって知ってた。どうもこんにちは、やっちゃんねるです。今日はですね、北品川のレイテラスというコワーキングスペースに来てます。でここはですね、マクリーズさんが、運営しているところなんですけども、マクリンさんはあれですよ、私が YouTube やる前に、ブログやってたんですけども、でブログのサロンも主催してまして、でそこで私記事診断をしてもらったんですね。でそしたら、やっちゃんさん YouTube やってみたらどうっていう、アドバイスもらって、そこから YouTube やりだしたんで、なのでそういうちょっときっかけになった人なんですね。ってことは、マクリンさん会社員やりつつ、ブログもやりつつ、でサロン運営しつつ、そうですね、コワーキングも始めたと、自分で自分を忙しくしてしまったやつそんな感じになってますね。でそこでやっちゃんと出会ったって感じですね。あれ、じゃあちなみに、コワーキングスペースはだから今週月曜日ですよね。ああ、そうですね。ですよね。はい。ですよね。24日にオープンしました。北品川にオープンした理由は何ですか？
いくつかあるんですけど、結構やっぱりシネマってビジネス街なんですね。まあイメージあると思うんですけど、確かに、はい、こうオフィスビルが立ち並ぶ、はい、で、まあ、品川の周辺に作っちゃうとあんまりこうなんていうか会社で仕事してる気分とそのビジネスマンの方々が気持ちが変わらないかなと思っていて、はい、で品川からまあほど近いけど、ここら辺って結構北品川商店街とかあって下町の雰囲気あるんですよ。確かにそれはなんか分かりますよね。分かりますよね。なんかちょっと東京っぽくないと言いますか、はい、だから、まあ、家でも会社でもなく、このテレワークっていう状況でなんかリラックスしながら集中できる環境みたいなところを探してて、北品川がめちゃくちゃちょうど良かったんですよ。いや私も前の会社が、まあ、ちょっと行ったところにあるんですよ。あ、近いですか。ええ、そう。だから天王洲よりまで行かないですけど、まあ今もまあありますけど、はい、まあ、だからなんとなく土地勘はこの辺実はまあ、あるにはあるので、下町っていうのはなんとなく分かります。そうですよね。なかなかこういう場所なくて。あ、そうなんですか。はい、都会もほど近くて。あれ、ちなみにブログはまだやってるんですか。やってますか。やってますか。あ、そうですか。はい、やらせていただきます。あれ、じゃあ、あ、そっか。あれですよね。マクリンさんのこと多分皆さん知らないと思うので、マクリンさんのあれですよ、国立の大学院、そんな学歴かけてるんですか。そうしました。出て、で、科学系の、よく知ってますね。いやいや、外資系の科学系のどこから入ったんでしたっけ。あ、そうですね。ちょっとだけ細かく説明しますと、理系の大学院で、はい、半導体、半導体って何かっていうと、まあ、スイカとかの中に入ってるチップの材料みたいな感じなんですけど、はいはい、次世代のスイカみたいなのを最近、研究してて、はい、で当時半導体の会社に入って、はい、まあ、そこから食品の会社に転職して、まあ、それが外資系なんですけど、はい、でそこからさらにアフィリエイトサービスプロバイダーっていう、アフィリエイトの会社さんに転職をして、まあ、ブログをやりながらワーキングスペースも運営して、そうですか、はい、今に至るみたいな。なるほど。だからあれですよ、半導体、で私ほら、工場派遣、工場派遣やったでしょ。逆、マクリンさんがだからほら、ちょっとね、こう一番上の方 の、 その言い方悪いところちょっと社会に上位層で、そんなことは私はこの俺この辺の、あ、でも確かにこういうね、でも製品設計をしてたんで、そうそうですね、ですよ、ですよ、ね、うん、やっちゃんみたいな方がいらっしゃるオペレーターさんの方に卸ろすための製品画を作ってたみたいな人間が多いじゃないですか。確かに、お前伝わってるよ。伝わってるよ。あれ、ちなみにブログは なんであったんですか。別になんか現状、別になんかそんなになんかやる必要ないじゃないですか。いやいや、あったんですよ。私はっていうのが、まあめっちゃ細かく話すると、まず高校の頃に、お父さんの会社が倒産したんですね。で倒産して、まあ、まず高校の時から奨学金借りてたんですよ。でそこから高校、大学院と奨学金借りてて、なんていうか結構な額の奨学金当時あったんですよ。で、それなんですね。はい、で、まあ、奨学金返しながら、まあ、普通の会社に勤めてもなかなかしんどかったんですよ、当時生活が。はい、だから人並みの生活を送ろうと思ったら会社員プラスアルファでやっぱり副収入がないと結構難しいんですよね。うん、なんかでも給料はもちろんいい方なんですよ、そのほら、その普通の会社の中でも、それでもなんかちょっと、それでもちょっとやっぱり高校大学大学院って書いてたから、はい、大学院は高いですかね。はい、まあそうですね、高いですね。国立でも、国立でも、まあ、やっぱり結構僕年数通ってたんで、そう、長いじゃないですか。4年プラス、3年プラス高校なんで、トータルで言うと 10年分ぐらいやっぱりあるので、うん、そうですね。すごいな。だから
当時その奨学金返しながらでも、まあ、人並みの生活送りたいなっていうので、はい、あのあブログっていうのが副業でどうやらこう収益運システムあるらしいぞみたいなのを耳にして当時で初めてって感じですね、うん、ブログでもやっちゃんもそんな感じですよ。いやそうですけど、でもブログで、うん、ブログ大変じゃないですか。いや、ブログでうまくいく人はほとんど、まあ私とかもうまくいかなかった口ですけど、うん、なかなかうまくいくのは、うん、もう至難の業じゃないですか。やっちゃん分かると思うんですけど、YouTube もブログも結局適性があるなしだと思うんですよね。僕はたまたまブログで適性があって、やっちゃんは YouTube で適性があったみたいな。そういうことですか。うん、だからブログは、まあ、これ私の偏見かもしれないですけど、ね、うん、やっぱり、ね、あれブログはね、そうですね、地頭が良くて Google のなんかほらそのルールも分かった上で、うん、頭を使いつつさらにガリガリやれる人じゃないとうまくいかないんじゃないかなって、まあ、私的にはなんかなんとなくそんな風に思ってたりするんですけど、そうじゃないな。あ、なんとなく分かります、だから、ね、僕の感覚で言うと、ブログは分析肌の人で、YouTube は何だろう、感覚肌、はいはいはい、芸術肌みたいなところが強い、それぞれそのメディアなのかなと思って、合ってる？いや、なんか多分、いや、そうだと思います。はい、あ、適性が、うん、プラス文章を書くのが好きじゃないと、僕小説家になりたかったぐらいなんで文章を書くのが好きなんですよ。そしたらものすごく狭きもんじゃないですか、ブログの適性って。なんか間口広いんですけど、あ、適性はすっごい狭いって感じですね。書くって言ったらね、書けるからね、やれそうな感じがするんですよね。でもそしたらあれやさ、ほら私、うん、ブログやる前は、うん、まあいろんなほら企業塾とか行って、うん、なんかあるよね、その自分の知識を人に教えると か、 なんかそんな副業もあるじゃないですか。ありますあります。でもなんか いけた感じはありますよ。ブログじゃなくてもっとほらシンプルじゃないですか。ああいう方が知識を教えて、要はあのココナラみたいなスキルマーケットですよね。私の知り合いも結構そういう人やってる人なんかいますよね。多いですね、まあ、僕がだからブログにしたのは、あの小説家になりたかったっていう夢を、あの別の形で叶えたかったっていうのがあるので、でも小説を書くほど、小説って書き上がるまで賞賛の声とか反応得られないじゃないですか。その一本書き上がって世に出るまで、でもブログって一本書いて SNS とかでシェアするだけで、まあ、最初は得られないですけど、徐々に得られるようになるから、その孤独じゃなく孤独じゃない文筆業みたいなイメージがあるんですよ。でもお金も時々いただけるみたいな感じなんで、そこかな。そういうことですか。好きなことと副業をつなげたちょうどいいところが僕にとってはブログだったみたいな感じですね。いや今日も、さっき言いましたけど、忘れ物しちゃったんですよ。聞きました。いや、ほら京浜東北線に乗ったんですよね、はいはい、で、うん、ずっと立ってたの、立って、はい、うん、優先席の隣にずっと立ってて、はい、で三脚、うん、いつもでかいカバンと、はい、ちっちゃいリュックというかけるちっちゃいリュックと、リュックとかのバッグと、はい、三脚持ってるんですよ、うん、三脚はあの上に置いてるんですよ、優先席の席の上に。あ、カゴと、で、うん、高輪ゲートがいる通り過ぎる前に、あ、なんかここ降りてくると思って降りたら、はい、番号帳忘れたっていう。で、スタバに入ってコーヒー頼んで、うん、コーヒー飲もうかなと思ったら、あれないと思って。それで、まあ、慌てて買ってきたんですよね。あ、なるほど。あ、これが新しいやつですね。なるほど。
単純に接客業が好きなので。へ、うん、なんかでもブログやる人は、まあ、私もそうですけど、ほらあんまり人とね接するのが苦手だけど、うん、副業をやりたいと。でもその分野が、ね、確かになかなか私とかも人前で話さなくて、うん、あんまり人と関わらなくていいから、まあ、ブログとか始めたんですけど、その珍しいですもんね。あ、確かに確かに珍しいかもしれないです。営業なんで。あ、営業なんですか。もう元々営業なんですよ。あれ営業じゃないですか。営業で、でもあれですよね、でも、うん、あ、そうそう、元々はエンジニア技術者ですよね。そうですよ、技術者から、ごめんなさい、ちょっと先全然食品の会社で僕、営業やってるんですよ。はい、無理くり変えたんですよ。めっちゃしんどかったですけど、うん、いや、でも一番強いパターンじゃないですか、技術が分かる営業、うん、で、営業が好きな人、それ、いや、これいないですよ、そういう人。本当、まれじゃないですか。まれだと思います、うん、相当苦労しました。あ、苦労しました。うん、なんか人と話すのにも慣れてなかったんで、なんか誰と話すのでも最初オロオロしてずっと汗かいてましたし視界が真っ白になりましたし。で慣れたんですか。うん、無理くり 3,4 年ぐらいそこで矯正して自分を。へー、すげえ。なんかね、このままそれできるんですか。で、うん、どうやるんですか真面目に聞いて。もう駆けずり回るだけですね。そんなにも何もないですけど、あ、本当に駆けずり回って、まずは緊張するっていう、なんか悪いループから抜けるように、自分をリラックスさせる術を身につけるところから。なるほど。リラックスしないと汗かいちゃうんで、で、リラックスして、どの順番で喋るかっていうのを頭の中を整理できるようにして。で、緊張するにもなんか良い緊張と悪い緊張っていうのがあるので、良い緊張に自分を持っていける。なんかね、パフォーマンス高める緊張とひたすら負のループに陥る緊張っていうのがあるんですよ。2種類あるんですか。2種類あるんですよ、僕が思ったのは。はい、え、じゃあそのどんどんこ前の負に落ちていっちゃう緊張ってどんな感じなんですか。まあ、負に陥る緊張っていうのは、僕の場合は、なんか手の温度がだんだん下がっていって、上がるんじゃなくて下がる、もう冷たくなってきて、体がひんやりしていて、やばいことじゃないおでこから汗が出てきて、で、頭の思考回路が止まって真っ白になっていくっていうパターンの緊張が、悪い緊張で、良い緊張っていうのはなんかね、高揚感が生まれて、なんか若干変な言い方なんですけど、鳥肌が立つんでしょ。うまくいくみたいな。なるほどね。で、ちょっと体温がいい意味でこう全体的に上がる緊張。なんかいいプレゼントがした時に結構生まれる緊張って。ありますよね。わかる？あれを作れるように訓練しておいたところですね。なんか啓発塾みたいなのですけど大丈夫これ？いやー、でもなんかほら、そういう人多いじゃないですか。なんかそういうのうまくできない。私もうまくできないじゃないですか。いや、でもどうしてるのかな。そういうことですか。いや、でも3年以上かかりましたね。うまくできなくてずっと苦労しました。いっぱい失敗しました。いや、でもなんか、あれですよ、マクリーさんの父親は、その要はなんか事業会社やってたの。あ、そうですそうです。多分なんか私ほら企業塾とか行ってて、いろんな人がいて、やっぱりうまくいく人と行かない人いるんですよね。行く人は、まあ、なんね、やっぱ親とかが、経営者だったりすると、なんかね、なんか血を受け継いでる。血筋？いや、あると思うんですよ。なんかうまくいきやすいっていうか、そういう行動パターンっていうか、なんか思考パターンがね、多分あると思うんですよね。うちとかは完全な平凡なあれだったんで、父親もね、普通されるもんで、そういう、あれがないじゃん、血が。だから、ね、多分時間かかるんじゃないって私とか思うんですよ。だから前企業塾行ってたりして、その主催してた人は、やっぱり親が授業とかやって、まあ、そのなんか授業とかやってた人で、やっぱりね、ちょっとそういうマインドっていうか血が入ってるから、それうまくいきやすい、行くのが多分早いっていう、なんかそんなね気はするんですよね。
だからやっちゃんは会社とか派遣で酸いも甘いも経験して今ようやく増えてるんだから時間かかるんだから私はほら 4,5 年かかってるんで、とかね、なんかそういうのね、なんかあると思うんですよね。なるほどな。いや僕も時間かかってますよ。だって高校始めた時は34で今3年経ったので、早い人だってもう20代とかから10日から朝ですか。ああそういうことっすね。マドリンさんのほら借金があったからあそうそうね。あでもいやでもいや借金があったから始めたんですよね。そうですそうです。借金があったおかげで始めたってのがあります。確かに。あそっか、確かに早い人はもう、もうそもそも学校行かないでもうそのままやっちゃうとか、いらっしゃいますよね。今若い人本当優秀だから、逆にやっちゃんみたいに酸いも甘いも経験してるとやっぱり人間見てますよね。いやでも奥行き、いやでもあれですよ、そのだから40ちょい前ぐらいからいろいろやって私失敗してて、要はなんていうの、失われた、失われた 4,5 年ですよ、その間にちゃんと普通に結婚とかしてれば子供とかいて、あれだったんですけど、ほら完全な失われた失われた気がする。あのねだからピュアなんだと思うんですよ。ああそういうことっす。いい意味で若いんだと思うんですよ。なんかくたびれてないと言いますか。なるほど、あそういうことか。それがこうやっちゃんのいい感じの天然さと素直さに生きてるんだと思うんですけどね。